耳で読む。エックハルト・トール著。沈黙は語る。エッセンス。危機物語。私の言葉の奥にあるものを掴んでください。沈黙とは心の平安でもあります。沈黙と平和とはあなたという存在のエッセンスです。心の静寂を失うと、本当の自分とのつながりを失ってしまいます。本当の自分とのつながりを失うと、この世で迷子になってしまいます。本当の自分、すべての人の心王にあるこの感覚は、静寂な心と切り離すことができません。本当の自分こそが、名前や形を超えたあなたの本質です。簡単に言うなら、私たちは、人間という形態をまとった純粋な意識なのです。あなたは静寂にあることに気づいています。でも、決して静寂について考えているわけではありません。今、この瞬間をありのままに 100% 受け入れるときはいつでもあなたは静止しています。あなたは平和の中にいるのです。静止の空間。これこそが創造性が誕生し、問題の解決策が見つかる場所なのです。静止とは、英知そのものです。それは、万物が生まれてくる、形態の奥に横たわる意識です。意識こそがあらゆる銀河のエッセンスであり、草花の、木々の、鳥たちの、ありとあらゆる形態のエッセンスなのです。静止だけがこの世界で唯一形のないものです。とはいうものの、静止は厳密に言うとものではありませんし、この世に属するわけでもありません。英知は静止することによって身につけることができます。何はともあれ、見つめてください。耳を澄ませてください。それ以上何もいりません。古代の教えにおいては、それは人間の中のキリスト、あるいは仏性、ブッダの性質と呼ばれています。いかなるドグマ、教理も、それが宗教上のものであれ、政治上のものであれ、科学的なものであれ、言葉によって真実を言い表すことができるという誤解から生まれたものに過ぎません。ドグマとは、集合的な観念の牢獄です。そして、とても奇妙なことに、人間は自らの牢獄を愛しているのです。知らないでいることに心地よさを覚えてください。そうすることによって、思考を超越することができます。自分の心の状態を観察する人になってください。取り立てて何もする必要はありません。気づくだけで十分です。気づきによって、変容と自由がやってくるのですから。事故がなければ問題もなし。仏教の奥義を問われたマスターはこう答えたそうです。何が起ころうと、あなたの人生がどんなに変わろうと、唯一確かなこと、それは常に今です。今、この瞬間と友達になると、どこにいようと、あなたは、我が家にいるような平和な気分でいられます。現在、過去、未来という区別は人間の思考による発明品であり、究極的には幻に過ぎません。過去と未来は思考の産物であり、知的な観念です。今を自分の敵に回すのではなく、友とするのです。今を認識してください。今を尊んでください。ほとんど誰もが未来に焦点を当てて人生の大半を生きています。けれども未来でさえ現在という形態以外では決して訪れることはありません。あらゆる形態は今この瞬間という姿をまとった完全なる宇宙を構成する欠くことのできない一部なのです。本当の自分を忘れてしまうと怒り、混乱、憂鬱、衝突、圧力は免れません。
人生の状況を調整しても平和を見つけることはできません。平和は最も深いレベルにある本当の自分を認識することによって初めて見つけることができるのです。何度輪廻転生を繰り返そうと本当の自分を見つけなければその経験も役には立ちません。地上の悲惨な状況はすべて私たちといったちっぽけな自己感によって生じたものです。それが本当の自分というエッセンスを覆い隠しているのです。真実を言うなら私たちは生命を所有しているのではありません。私たちは生命そのものなのです。すなわち本当の自分になるためには時間など必要ないと気づくまで時間が必要になってしまうのです。言語を使う限り幻想は避けられません。なぜなら思考と言語は必然的に二元性を伴い独立した個人を作ってしまうからです。私は本当の自分を知りたい。あなたはそう思うかもしれませんけれども、あなた自身が本当の自分なのです。あなた自身がすでに知そのものなのです。ほとんどの人は本当の自分ではなく欲望と恐れを原動力に生きています。習慣性になっているリアクション的な脳はエゴを強化します。一方イエスはエゴを弱めます。エゴは手放すこと放下に耐えられないのです。どうして私がこんな目に遭うの？もはやこの問いかけをしなくなった時、手放しが起こります。人生を放っておきましょう。逆らわずそのままにしておくのです。生命の存在する場所とはどこでしょうか？それは今ここです。自然を静観することによって大きなトラブルメーカーである私というこの観念から解放されます。人間を通して自然は自分自身を認識できるのです。自然はもう何百年も前から私たちを待ち続けているのです。情報を得ることと魂で知ることとは全く別個のものです。前者は携帯に関わることであり、後者は形のないものです。あなたはもう台本通りに行動していません。真実の自分、ありのままの自分なのです。言うまでもなく究極的には他人など存在しません。私たちが会っているのは常に自分自身なのですから、どのような事故にもどのような悲劇にも大抵の場合本人には見えていないことが多いのですが、そこには必ずプラスの要素があるものです。誰かの臨終を見取るというのは大いなる特権であり神聖な行為です。死にゆく人の傍らにいる時にはその経験のどんな側面も否定してはなりません。誰かの死について自分には何もできないという事実を受け入れるのです。出来事は体に苦痛をもたらすことはあるかもしれませんが、人間を不幸にするパワーはありません。人間を不幸にしているのは他でもない自分自身の思考なのです。苦しい時、不幸な時、完全に今そうであるものの中にあることです。不幸も問題も今の中では生き延びることができません。どんなものにもレッテルを貼るのをやめて善悪のレベルを超越してください。レッテル貼りの習慣を超えると宇宙のパワーがあなたを通して働き出します。どんな状況にもどんな人々にも悪あるいは悲惨だ以外に言葉が見つからない時でさえ、その奥には全く善が隠れているのです。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぶでしょう。慢性的な身体的苦痛は人間が持ちうる中で最も峻厳な教師の一人です。抵抗しても無駄。これがその教えです。